フリーランスラジオ、浅川図です。くだらないもの工房の匠です。えー、今回はね、持続化給付金の、まあ、対象拡大っていうね、話がちょっと今出てて、ニュースになってますけど、もう2兆円ほぼ使い切ったと。<laughs> まあ、そんだけ申請者多かったんですね、これ。そうだね。この1ヶ月で、小規模事業者、え、357万人ぐらいの方、まあ、ほぼ過半数の人がもう申請をしてるっていうことで、この持続化給付金に関しては、進んでるんだね、もう。そうですね。うん、で、うちも、正直あれ、いろいろとこう、計算してみたんですけど。おはいはい。うちの場合でも、あの、計算をすると、その、給付額の上限いっぱいで。うんうん おお言ったんだ、上限まで。ま、一応申請出して。はい,はいはいはい。今、あの、恐れの経過待ち中ですね。これ、どれぐらいかかるんだろうね。一応、物によって2週間ぐらいっていう。個人のやつと一緒で、いきなり振り込まれてるってパターンなのかね。これに関してはなんかメールが来るらしいですね。いきなり振り込まれた上で、ーはいはい、メールで振り込みましたよっていうのが来るっぽいです。ってことは、じゃあ、あれだ、書類にメアドとかを書いたりしてるんだ。そうで、あ 元々あったんですよね、10万円の方も。え、10万円の方も何メアドみたいなのあったんだあ、メアドはね、どうかわかんないですけど、ネット申請はあったじゃないですか。ああ、マイナンバーの方ね。あのー、ね、さっき匠くんも言ってたけど <laughs> あの、ATM の前、だいぶ行列ができてるっていうね。そうなんです。おじいちゃんおばあちゃんが ATM に、まだかな、まだかなって並んでるんで、うん、出てるみたいな。<laughs> 何にも変わってねえのを見て落胆してるっていうな。<laughs> そんな感じですね。<laughs> すげえ無駄な作業だけど。<laughs> まあまあまあ、そういうことがね、今起きてるっていうことで。うんえー、このね、持続化給付金に関しては、その枠を、えー、まあフリーランスっていう、まあ、定義をちょっとこう広げてるみたいなね、議論がされてるんですけれど、まあいろいろ特例として NPO 法人とか、 合併特例。まあ、事業収入を比較する二つの付き合わせ合併を行った法人に対するっていうことで。まあ、二ヶ月の合併で計算するってことか。で、うちの場合は、この季節性収入特例っていう。やつに当たるんじゃないかなっていうのをちょっと言われてて。ほうほうほうバラバラってことだよね、収入が。この、なんですか、振り幅を今平均的に考えてやってるみたいです。 なるほど。じゃあ、前撮った時懸念されてたことがやっぱりここで、こういうふうに書かれてるわけなんだね。うん、ああ、あとこれもそうだな。創業特例ってな、今年、去年か去年からだから法人化した人とかは、まあいろいろ、普通のその、なんていうかな、事業者とはちょっと違う扱いというか。まあそうですよね。あの、要は売り上げの記録がないっていう人たちですよね、この人たちは。そうだよね。 とか、まあ、あといろいろ書類に関する特例があったりとか、ええー、いろいろまあそういうのが書いてあるわけですけれど、ちょっとな、たくみくんの場合はまあ今審査で、審査待ちっていうことですけれど、なんかこの、たくみくん周りとかでは聞いてんの うちの周りでやっぱりその会社経営してる人とか、うん。ま、会社経営してる人は法人なんで200万ですよね。はい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 。とか何人かぼちぼち出始めてるので。もう振り込まれたって人が実際に現れてきてるんだ。まあ、その辺はだからな、今後ど、んどんどんどん出てくるんだろうなとは思うんだけれど、 これ、そのさ、持続化給付金が入った後の話を、そういえばしてねえなと思ったんだけど、うん、匠たくみくん的にはその100万入ったとして、何かこの具体的にそれをどう使っていこうかっていうのあるのどう使いますかね正直、結局あれですね、家賃だとか、そのうちアトリエとして実宅を使ってるので、はい,はいはいはい。あの、まあ、高熱費だとかっていうのはそのまま経費で計上できるとね。で、その辺で、 100万を例えばですけどここから半年先まで地味に分けて使うかあとはちょっと買おうと思って買えてなかった工具とかが増えるかぐらいじゃないかなとまああくまでもな持続化っていう目的だから確かにこの,この100万でその1かば8かみたいなのには出るわけにはいかないよな賭けにはちょっとできないですね <laughs> 1>, 1個あるとしたらあの新しい商品を作ろうとした時の あの、最初に出てくお金ってあるじゃないですか。材料費だったりとか。商品開発ってことだな。うん。まあ、これはな、本当今年いっぱいはかなり厳しいだろうから、そのまあ準備っていう形で、まあこれな、事業の方は200万だけど、この場合だとな、その人件費とかそっちにもな、出さなきゃなんねえだろうから、いやそう考えると確かにな、個人とその会社ではだいぶ違うなっていうのはあるわな。 これ、だからな、今、第2波が来るんじゃねえかっていう感じで、まあ、東京都の、まあ、感染者がちょっとね、増えつつあるっていうのが、また、あ、これね、ちょっと心配ではあるんだけれど、なんかしばらくな、この減ったり増えたり減ったり増えたりが続きそうだわな。ま続くでしょうね。 <と>これでだからさ、あわ、減った、じゃあ、元に戻ったんだ旅行行こうとかイベントやっちゃおうってなるとまたやっぱり増えちゃうんだなっていうね。今特にその、まあ、都内でも注意されてるのがその夜の街のね。 だいたいそこら辺じゃないですかちょこ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 出てるのが。うん、ホストクラブで出たとか、その、クラスターが発生したっていうね。風俗店で出たやら。<laughs> まあ彼らは彼らでな、その生活のために必死なんだろうけれど、う,ん,うん、難しいとこだね。そこで、なんつうの、結局遊んで、うん。そういう病人が出ちゃうっていうのにはちょっとこう、行き通りがありますよ、ね。まあこれはだから客もな、 うん、その、まあ、お店がやるのは仕方ないとしても、行こうって思う人の気持ちがちょっとな。<laughs> 推しが困ってるからっていうことでしょう。<laughs> そういうことか。自分の推し面というか <laughs>、いるわけだよな。<laughs> 困ってるから <laughs>、指名しようと <laughs>。あれさ、ホストさんとか、まあ、キャバー,ーの人とかってマスクとかしてんのかね店の中じゃしないんじゃないですかね。 お酒飲む時だけ外すってわけにもいかないか。結局そういうことなんだよな。なんか、うん、マスクしてまでやるぐらいだったらもうマスク取ってもう、映っても構わないやぐらいの気持ちで <laughs> 挑んでるんかもしんねえし。うん、まあ、お客の中にもな、きっといると思うんだよな。っていうのもいるでしょうね、うん、中にはね。ただなあ、それでその、その場にいる人たちみんなにっていうのはな。そうなんですよ。そこが一気にこう広まっちゃうので、 そこだけ何とかしてほしいですよね。うーん。あの、プラスチックの仕切りみたいなのもやってねえだろうしなあくまでこう想像の域でしかないですけど、絶対に接触はするじゃないですか。で、ほら、指名とか入ると入れ替わったりするから、時間とかで。だからまあ、すげえ広がりやすいんだよな。 <laughs> これがほらさ、ラーメンの一覧見たく、カウンターで、仕切りがあるんだったらそこだけで、あの、他にね、感染者増えないかもしんないけど、ね。どん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 さ、入れ替わりだからさ、すげえ悪循環なんだよね。回しちゃってるわけですね。回しちゃってるんだよね。どん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 。お店のシステム自体にもな、クラスターが発生しやすい、まあ、仕組みになっちゃってるわけだな。3月ぐらいにほら、志村健が亡くなったじゃないですか。ああ、はい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 。お客さんが来なくて困ってるんです。 っていうメールが来て、まあ、村崎は優しい人なんだろうから、そういうとこ行って、バンバンお金をね、使ってあげようっていうね。うそれが裏目に出ちゃったっていうね。そうそう。ああ、しかしさ、そんなに自粛できねえもんかね、夜の遊びってね。<laughs> ねえ。だあの辺はもう、ほとんどその、麻薬的なこともあるんでしょうね、この。 何回も何回も依存症とか。ホスト依存症みたいなっていうことだろうな。癒しを求めてるわけじゃないですか。だから今な、キャバクラでもほら、オンラインキャバクラとかできてきてるからね。うん,う,んう,んうん。そっちの方向に行けばいいんだろうけど、まあ、熱心なファンはな、やっぱり生で、実物と対面しねえとなっていうのは <laughs>、納得いかねえだろうな。はいはいはい。 ーんだから今まあ、そのアイドルの握手会とかも今自粛だろうけれど、やっぱりそういうのが好きだったり、まあ、生きがいだったりする人はまあ今すげえ欲求不満あるだろうね。そういう人がそういうネットのツイキャスとかショールームとかで投げ銭とかやってんのかなとは思うんだけれど。あそうですね。芸人さんたちもこれ劇場がね、使えなくなっちゃったからね。そういう、まあライブ。 とか、まあ、身近なところだよね。川べりくんの自己批判症も25周年のやつが潰れちゃいましたからね。フライヤーがめちゃくちゃ余ってるって言ってたけれど。う,ん <laughs> うちも結局その出店予定だったイベントのフライヤーはもう全部おじゃんですからね。うん <laughs> そっか。う <laughs> ーん、そのアナログというかな、紙の怖いとこはそこだわな。まあ、たくみくんの場合は売るものがな、形として、物だから、その <laughs>、電子で売るっていうわけにいかねえから。オンライン上でもできるゲームの開発っていう方向に力入れてますね。だからもうこれから、これからはっていうか、しばらくはオンラインを制した方がいいんじゃないかな。 っていう感じしますね。そうだね。先日、カーベル君とも話したけど、そのまあ劇団っていうフォーマットな、うまくズームに活かしたりして、ズームの中で演じてみたりとか、マスクをしてるっていう設定のコントだったりとか、まあ、今後な、そうなってくだろうな。 あまあ、俺の場合はまあもともとオンラインでのまあ収録だからそのまま変わんねえけれど、多分ユ YouTuber の中にもほら、外撮りとかさ、旅行みたいなのメインだった人今すげえ困ってると思うんだよね。沖縄のね、あの一言申すおじさんとかも、こ、はいはい、の人も今合成でやってるっていうさ、グリーン、グリーンのやつを、グリーンバックグバックを導入しました <laughs> って言ってたから、そりゃそうなってくるかっていうね。<laughs> っていう感じで。まあ今回ね、この持続化給付金がね、拡大してるっていうね、お話をしてみました。朝カーズです。サブチャンネルもやってます。朝カーズのラジオ別館、朝カーズのビデオと猫で検索してください。説明欄にリンクもありますのでよろしくお願いします。 くだらないもの工房の匠です。卓上セーブポイントやボードゲームなどいろいろ取り揃えておりますくだらないもの工房のネットショップございますのでくだらないもの工房で検索してください。よろしければチャンネル登録お願いします。